よ。当然の結果だ。あまり前に出る。じゃあ後ろから。確実に。アテル、そっちは任せる。私に任せて飛んでけ。頼りにしてる。お任せあれ。潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。七番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもん。おそらく発電施設だ。すっごく古そう。魔法以前の骨董品だ。いくら神羅星でも動いたら奇跡だな。
きな水路知ってる。向こう側は7番街だよ。6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラムに繋がってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。
先に渡って様子を見る。ダメ、最悪の事態考えちゃう。気持ちわかるよ。七番街の破壊なんてタッチの悪い冗談。もし本当でもギリギリで中止になる。そうなる。うん、エアリス何か知ってるの？え？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。どうも。行こう。うん。また。最悪の事態？うん。どんな未来でも変えられるよ。私、そう信じてる。そっか。そうだね。楽しいことも考えるの。七番街、守ったら。守れたら、上で買い物、どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち。いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。悪いな。いえいえ。
敵じゃない。私たちなら余裕。貫く。せよ。あて。沈め。いら。行くぞ。だ。じゃあ。とじけ。終わりだ。当然の結果だ。Thank you.
だよね。この水、なくすか減らすかできないかな。貯水槽に同じようなパネルがあったよ。流れる水の量を調節するの。何でも屋さん、どう？排水、これだな。失敗？故障らしい。赤いランプは排水パイプの詰まり。手動ポンプでゴミを押し流してくださいって。私、店でやったことがあるよ。よし、俺がやろ。エアリス、ついてきてくれる？クラウドは他のエラーが出ないか見ていて。いや、俺が。力の差がありすぎるとダメなんだ。すぐ戻るから。寂しがってるかも。Hit him!
かき回してやる。隙を突く。じゃあ進むぞ。先に行って出口を確保する。クラウド。見逃してはくれないね。私たち美味しくないよ。先に行け。エアリス。ティファを行け。でもこれ一人じゃ。誰に言ってる。もう知ってるよな。俺は強いぞ。クラウド、早く！制裁が決まった。誘導工作を開始する。上の連中は何考えてんだろうな。反乱分子は徹底的に叩く。うちは昔からそうしてきた。全部潰れちまうぞ。今さら前輪ぶるなよ。ただの巡回だろ。行こう、7番街へ。